が興味があって、シグニフィカントプログラミング、それどういうことですか？簡単に言うと、簡単に言うと、はい、間違ってるけどこれは重要だと思ったら、うん、それがそれに基づいた推論をしてしまうっていうことを、うん、可能性として出してみるっていうことさ、うんうん、そしてそれって本当はイロジカルだから、うん、論理的じゃないから、だからその論理的な結論と比較できるわけじゃん、うん、コンピューターだから最後まで計算 し,、うんうん、し尽くせちゃうから、うん、それでなんていうか一見論理的な推論と、うん、その重要重要でないに基づいてこうスイッチしていく推論とが、うん、結論がもし違うとしたら、うん、面白いと思う。まあそうだね。結論が違う。でもさ、とか要するにユニバーサリティとかそういう意味で言うとエクイバレントでしょ、きっと。ユニバーサリティとしてみればエクイバレントってどういう意味で言ってるか分かんないけど。だ万能チューリングマシン的な意味で言うとさ、おそらくだってどんなものでもマッピングできるっていう意味で言うとはエクイバレントでしょ。マッピングが例えば動的に変わるんだとしたら、それエクイバレントなのかしら。要するに例えばさ、シグニフィカンスって本当に統計的にも読めるわけ、まあ、だからその統計的なシグニフィカンスって変わるじゃん、うん、こうある調べ方をすればシグニフィカンスになるけど、うん、別の調べ方をするとシグニフィカンスにならないみたいなことあるから、だからそれがまあなんていうか、いろんなケースとしてダイバーシティがあってこうバーッとこう広がって、うん、いろんな答えがあるよみたいな。それなんか認知科学的に言うと普通はサリエンスって言われてるようなことじゃない、シグニフィカンスっていうのもさ、サリエントとシグニフィカンスっていうのはまあ非常に共通性があると思うんだけどさ、そうね、言葉はちょっとでもさそれをさ、統計の概念とかベースをかませないでやるっていうのはなかなかハードルが高いと思うんだけどね。ベースっていうのは、うん、ただの元の割合がいくらだったかっていうのをエスティメントするだけの、まあそうですけど、理論だからあんまりあれ、なんていうか、いや、そうなんだけど大した意味はないので、だけどさ、今はみんな、ってかベースじゃない形でそれを立ち上げ、サイアリエンスとかシグニフィカンスを立ち上げるってなかなかハードル高い気がするけどな。シグニフィカンス高めです、いや、シグニフィカンスがあるかどうかを、うん、例えば if 文で利用しちゃうわけ、コンピュータープログラムっていうのは、もしシグニフィカントならこうするみたいなところまでやって動かしてみちゃうわけ、うん、それで動かしてみちゃったらどうせ論理的な答えじゃない答えにも行くわけよ、うん、そういうことをやると、うん、でそうなった時にどこがなんていうか論理的じゃなかったかをモニターできれば、うん、やっぱりその、なんていうか、論理的じゃない答えの方がアクセプサブルかどうかとか。論理的じゃないってどういう意味なの？例えばだから古典論理じゃないってこと？古典論理じゃない。だから配中率とか。古典論理って言っても2階の古典論理ね。うん、だから1階の古典論理はただのならばだけど、全ての何ばっていう話っていうのは、大体の、日常言語的なやり取りって、うん、2階の古典論理に特化しちゃう、振っちゃうわけ、うん、全部とか、うん、一つのとか、まあ前書記号とかはかなり問題だと思うよね。いや、問題全然話にならないんだけど、ものすごい問題だと思うけどね。話にならない だからそのことをもうオープンにこう結論が何種類も出てきた場合に面白いわけ、うん、話が。ああ、なるほど。で、それが、論理的な結論と、非論理だけど、うん、重要度っていう見方をしたら、うん、たどり着く結論と、うん、個々の、なんていうか、いわゆる論理ステップにおいて、重要とみなした場合に、うん、こう、選択がこう変わってくる結論とね、うんうん。それで、まあ、ほぼ答えは同じになると思うんだけどね、俺はそう思いたいんだけど、でもなんかネットの人の頭の中をこうプログラムにちょっと書いてみるとね、うん、確かにでき損ないの AI なんだよ、お前言うように。まあまあな。だからそのでき損ないの AI が求めてるものが、うん、求めてるっていうか、その基準に置いてる論理が
意外とその人個人の重要度ベースだってことよ、うんうんうん、だからなるほど、その重要度ベースが人によってもあのいわゆるジェネラライズできない形で、うん、こう動的に軸足が動いていくようなものを表現できるだけでね、ちょっと意味あるなと思ってた。さあのジェネラライズっていう概念もかなり問題がある概念だと思うんだけどね俺は学習においてジェネラライズってのはさ、いやだってジェネラライズっていう時は必ずあのなんていうのかな、あの何パーセントっていう形では言わないじゃない、そこに問題あるんだよ。まあ確かにこうするああするみたいに決まっちゃうじゃん。いきなりジェネラライズって言われてもな、飛びすぎだもんな。だまあ俺は そこだと思うけどね。だからあのもうなんていうか 99% こっちだけど、だけど死ぬのは嫌だみたいな、たった 1% の可能性で全部が否定されちゃうとか。でもお前ちなみにさ、クォンタムスプリマシーとかはどう思う？量子コンピューターがさ、量子コンピューティングって本質的になんかクラシカルなコンピューティングと違うんだろうか。それはさ、いまだに俺もなんか迷うとこで、だってユニバーサルチューリングマシンがあるわけだから、もちろんなんか NP コンプリートなものがどうなるかとか、そういう面白い話はあるんだろうけど、どうもコンタムコンピューティングってさ、何か新しいことがそこに付け加わってるんだろうか。いやだからあのほらなんていうの、ガジェットのこう一つの方向に、うんうん、あの落ち着くみたいななんていうのこう全体として、み水は低いところに流れ落ちるみたいな、うんうん、計算にあの焼き付けられるならそれは。そういう問題に関してはそのなんていうの過去のやり方よりは優れてるだろうけど、うん、でもそこそんなに意味ないと思うんだよな。だと俺も思うんだけどね。それはそう焼き付けられるそのグッドアイデアをね、うん、プログラミングの技を見つけたら偉い、うん、だからそれは早いし、うん、あのシュプリマシーにたどり着くケースとして、うん、まあちゃんと偉いってなるだろうけど、うんそれは選ばないといけないわけじゃん、うん、何でもプログラムできるっていうね、あのノイマン型のコンピューターの自由度がないわけよ、うん、だからそれだったら、そうだよな、それだったら、うん、いや ありうるけども、あり得るからそんな嬉しいかって言われるとあんまり嬉しくないと思うんだよね、うん、だからだからね、あの本当に究極的に正しい答えとかそういうふうにものを見るんだったら、うん、あの今のコンピューターのやり方でなんかアプリを作るとかいうのはありだと思うんだけどさ、うん、俺あのそれってちょっとそのなんか数学的なこう作られた世界だよねって思うんだよね、うんうんうん、だからあのコンピューター言語なんかにおいて、うん、あの汎用的なプログラムを作るときに、うん、あのもしこれが真ならばこうする、うん、偽ならばこうするみたいな、うん、やり方のプログラミングってとってもすごく作られたこう人なんていうかな人工的なものであって、うん、あの本当はもうちょっと緩いプログラミングでもできちゃうんじゃないかと思うんだよ ね今の全ての言語が、あのそんな真偽で判定するあの条件判断みたいな仕組みではないような気がする。そうだね、田森義秀先生でした